2020年東京オリンピックの聖火リレーで女優の吉岡里帆が聖火ランナーを務めることが分かった。日本コカ・コーラの綾鷹ブランドアンバサダーを務めている吉岡は、同社が東京2020オリンピック聖火リレーのプレゼンティングパートナーとなっていることから聖火ランナーに決定。人生で一度しかない経験ですので本当に嬉しく思っております。この機会を通して綾鷹をはじめとする日本のお茶のおもてなし文化についてその魅力を発信していけたらいいなと思っております、とコメントしている吉岡里帆。インタビュー。東京2020聖火ランナーに選ばれたと聞いた時の感想はいかがでしたか。まさか聖火リレーを走らせていただけると思ってなかったので本当に驚きましたし、今回ブランドアンバサダーとして皆さんと一緒に聖火リレーを走らせていただけることをすごく嬉しく感謝しています。綾鷹の代表として聖火リレーに参加されることになりますが、どんなことを発信したいですか。食卓であったり休憩する場所であったり、お茶はいつもそばにある存在で、ブランドアンバサダーを務めさせていただくようになってからよりお茶の奥深さを知る機会が増えていったと思います。甘みや渋み、そして旨味など同じ緑茶でも味わいが全然違いますし、お茶の入れ方や茶葉の種類などバリエーションが豊かなことや日本ならではのお茶文化の素晴らしさを発信していきたいです。綾鷹の急須で入れたようなお茶の美味しさは大切にしたいなと思う人のことを思ったり、人々のことをもてなすことができたり、日本のおもてなし文化に本当にふさわしいなと思っていますので、それらを多くの人に伝えていけたらなと思っています。聖火リレーを走る際に意識したいと思うことはありますか。そうですね、日本のオリンピックが本当に盛んに上がりますようにという気持ちも込めながら、一歩一歩噛み締めながら歩んでいきたいと思います。最後に聖火リレーに向けて意気込みをお願いします。綾鷹ブランドアンバサダーとしてこの聖火リレーを通じて国内外の多くの方々に急須で入れる日本のお茶文化の魅力を伝えていきたいと思います。